じゃあ、シナリオ3行きましょう。多分3つ目のシナリオで最終章だったと思います。こっちうまく謎を回収できたのかしら。警察署に行ってみた方が良さそうね。最後はまたヘレンを操作する感じになるのかな。まあ、屈強な警官のパンチだろうが、女性研究員のキックだろうが、シザーマンが受けるダメージは変わらないということが分かったので、どうでもいいんですけどね。誰を使おうが。まあでも言ってもシザーマンに殺されなかったからな、シナリオ2でも。敗北を知りたいよね。挫折のない人生ってのも退屈なもんだよね。で、あいつが出上がったんだよ。これじゃ信じるしかねえな、シザーマンとやらは。そうだね、ゴッツも。信じてなかったけど、もう信じざるを得ないと。そういうことだよ、バートン教授。実に面白い事件だな。シザーマンと呼ばれる人物に会ってみたいもんだよ。ふざけんなよ。お前んとこの職人何人か死んでんだぞ。軽い気持ちで言うんじゃねえよ、マジで。で、おい、教授、おい。ゴッツか。それ先生、手がかりも見つけたぜ。マゾーのことはそんなにわかんなかったけどね、結局。イギリスにバローズ城って城があるらしいんだが、その場所が分かった。ああ、そうだ、命がけで探したんだよな。場所が書いてある場所、場所が書いてある場所。多分そこに行くことになるんだな。行ってみないか。何か分かるかもしれん。くれぐれも重装備で行けよ。拳銃の弾もっと持ってけよ。こないだみたいな、すぐ弾切れみたいにならねえように。面白い、私も同行させてもらうよ。教授死ぬじゃん。じゃあ教授死にますね、じゃあ、これ。でもどうすんの？ジェニファーが気になるな。ジェニファーも一緒に行ったりしないのかな？自宅に帰ってる暇はないわ。大学は？誰かいるかな？ベスぐらいしかいないかな？ジェニファーも一緒に行かないの？ああ、松本くん！イギリスに行くらしいですね。羨ましいな。僕もパスポートを取っときゃよかった。ダニーは行かないの？行こうぜ、行こうぜ。松本人志くん。このシザーマンのマスクとな、ハサミを持ってな。どんどっとっと、どんどっとっと、どんどっとっと。とりあえず一個ずつどっか行ってみようか。こうやって。市立図書館。でも図書館にはもう用ねえよな。結局図書館の人にも鑑定出さなかったし。ああ、こいつだ。ヘレンさん、イギリスのバローズ城に行くらしいですね。なんで知ってんだよ。どっから情報漏れてんだよ、これ。それで僕らも行くことにしましたから。お城なんてめったに見れるもんじゃないし、面白そうじゃないですか。やめろ、遠足気分やめろ。そういうのじゃねえんだよ。ああ、死ぬわ。まあ、盾になってくる、身代わりになってくれる人がいっぱいいればな、自分が死ぬ確率は減るんじゃないの。じゃあ、ホテル。エドワードにも会っておきたいわ。エドワードも謎の人物だけどね、子供。なんか生存者的設定だけど、ワンには出てこないんでしょ、こいつ。で、いるかな？いた。ヘレンさん、またシザーマンが出たそうですね。情報漏れすぎでしょ。今、ニュースを見ました。ああ、ニュースでやってんのか。まあ、人死んでるからな。いや、人死んでるっつっても、あのおじいちゃんはあれだぞ。犬に襲われたんだぞ。あれ、シザーマンが殺したわけじゃなくない？犬が凶暴なのが悪いんだって。で、ああ、どっか行っちゃうの？孤児院に帰ると。そうですか。私たちも明日イギリスに行くつもりですので、これでお別れですね。イギリス？バドス城というお城に行くのよ。そこ行けばシザーマンの手がかりがつかめるかもしれないの。そうとは限らんけどな。僕も行っていい？エドワード、何を言い出すの？おうおうおう、また遠足気分か、お前かよ。気楽なもんだぜ。僕も行って手伝うよ。じゃあ、何？ゴッツと、ヘレンと、教授と、ハリスと、スライムベスト、エドワード。6人か、これで。だったらもう松本くんも来ればいいのに。では明日の朝一番の飛行機で。何これ、仲間増やしていく感じ？記者とかも来ないかな。確かジェニファーがノランって新聞記者のことを話してたわね。あのデブとかいいじゃん。あの太っちょのカメラマン。真っ先に死んでくれそうじゃん。盾として必要かもしれない。いたいたいた。
あれ、ヘレン先生？ちょうどいいところに。うん、どうしたの？何？いや、ちょっとある筋から情報をもらいまして。うん、イギリスに行かれるそうですね。ガバガバすぎんだよ、情報が。ある筋ってどこだよ。行く人間しか知らないはずだぞ。担当の警部補が事件をほっぽり出してイギリスに行くなんて。ああ、なるほどね。それで分かったのか。え、太っちゃんも来る？来る？で、どうです？僕らもご一緒させてはもらえないでしょうかね。もうここまで来たら何人いてもいいから、まあいいわ。この二人が行くならこれで八人か。マジか。トランプ持ってこうぜ、トランプ。誰かトランプ持ってきてよ、ちゃんと。で、ゴッツに会いに行けばいいのか。これとかもう行けないよな、リックの家。リックの家。それは知ってるよ。何これ、リックの家。ゴッツ、メンバー増えたよ。楽しいよ。お菓子買いに行こうぜ。あとつまみが必要だな、ビールと。ヘレン大丈夫なの？謎も回収できたし、他にも手がかりが。うん、警部さんから聞いたバローズ城に行くのね。あ、ジュニファーも行く感じ。あれ、10人もいたっけ。さっき8人じゃなかったっけ。まあジェニファーも多分行くんだな。うん、向こうの警察にも連絡が取っておいた。空港からのレンタカーもな。そう、ありがとうゴッツ。サンキューゴッツ。シュザマン、今度はこっちが追い詰めてやるわ。俺、覚えとけよ、オスロ空港。あれだってゴッツとジェニファーとヘレンと教授とスライムベスとハリスと、あ、ハリス入れてなかったか俺。エドワードと記者2人と、あれ、そんなもんじゃなかったっけ。ひとし松本行かないでしょ。ノーラン、日が落ちてきたな。何これ、今までこんなんなかったでしょ。こんな夜になってからの行動は危険だわ。ここでキャンプしましょう。ほう、そうだな、その方がいいだろう。え、森の中で野宿？マジか。ちょっともうちょっと計画的に動こうよ。おかしいわ、ジェニファーどこ行ったのかしら。え、ちょ待って、ここでもう始まるとかないの？びっくりした。こっつか、もうここで始まるのかと思ったわ、いきなり。ケイが今大慌てで探してるんだが。ほう、え、ケイって誰？そんな、ジェニファーもなのよ。え、何、もう人いないの？何これ。バトジオに急ぎましょう。え？ラストシナリオ。ラストだぜ、行くぜ。踊ろうぜ、俺たちのラストワルツをよ。うわ、もう中入っちゃった。ちょっと待ってよ、急に出てくる。もう急に始まりそう。どうした先生、みんな待ってるぜ。Oh yes, I'm coming. Oh yes. え？え？いや、何してんの。ああ、ああ、じゃねえだろ、走れよ。今絶対間に合っただろ、あんな、ああって言ってる間に。もう始まったろ。あ、もう始まってるじゃんこれ。あ、でもいきなりシザーマン出てスタートじゃないんだね今回は。急に始まんなよ、ここは。うわ、広すぎ。どうしよう。広すぎて困る。とりあえず隣の部屋。うわ、これ急に出てくるよ絶対。もう嫌になってくるわ。みんなどこ行ったの？いろいろ調べるしかねえわな。なんかすげえいっぱい写真？肖像画みたいなの飾ってある。サイドボードは何も入ってない。肖像画が並んでいる。うん、みんなどっかに出るわ。あー、なんかこの家の歴代の当主みたいな。一個だけなんか、あー、びっくり、おー、はぁ、ふざけんなよ、立て付けもうちょっと何とかしろや。歴代当主の肖像画だ。あ、やっぱりそういうのか。これは
ああ、テーブルの上に何か置かれている。鍵だわ。ほう。バロー、うわぁ、イェイイェイイェイ。いきなりキーアイテムっぽいの来たぜ。うわ、あの暖炉とか怪しい。怪しい。出てきそう。ソファー出し、すっかりシミが浮き出している。ああ、ちょ、マジかよ。うわ、やっぱり出てきたじゃん、やっぱりじゃん。ちょっと待って、これどこに隠れよう。右の部屋はさっき行き止まりでした。あ、上登ろう、上登って。うわ、来てる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 。開かないとかそういうのやめろよ。あ、でもこの扉なんか開かなそう。はい、来た。あ、開いたし。マジか。とりあえず近い部屋入れ。急げよ、ダッシュだ。1年何してんの。あれ、なんか入れない、今の扉。いや、とりあえず入れるとこ入れ。来てる来てる来てる、近づいてる。バカやめろ。え、無理じゃん、助けて。ちょっと飛び降りてでもあれしろよ。マジかお前、これもう入れ違いでしょ。でも扉開けた衝撃で吹っ飛ばせ、この引きつけてから。近い近い近い。ほら、どうしよう。もうそれキックで悶絶したんだったらそこで諦めろよ。なんだよ、やばい、ちょっとやばい。初めての敗北が近い気がする。入れた、よし。なんか探せ、なんか使えるもん。うおー、あ、でもなんかこれちょっとジェニファー編でもね、ラストシナリオの最初の方だけちょっとやったんだよ。ここに逃げられた気がすんだけど、逃げらんねえ。とりあえず入ろう。あー、開かない。あー、待ってくれ。あれ、なんかあっちの方行けた気がすんだけどな。待て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 、もう無理じゃん。もう一発だけ避けられっか。ほら、猪木あり状態。全然回避できそうなポイントねえじゃん。え、こっちは開く？開くよね。開いた。ああ、これ階段くせえな。よし、降りろ。で、こっち、よし、入れ。もうカーソル真っ赤じゃん。シンクに染まってるじゃん。ストップ。はあ、はあ、あの宝箱どうですか。はい、調べらんない。はい、はい、何も調べらんない。え、床に落ちてる、これは、これ、あー、扉、あー、もう叫んなよ。え、はい、回り込んで、箱から回り込んで。あ、お父さん、お母さん、今までありがとうございます。ああ、畜生。早速初めての敗北喫したわ。ああ、コンティニューって、これ逃げてるとこからだよね。どっからになるの、これ。暖炉から出現したところ、ここかよ。ここもうなんもねえじゃん。あの扉は結局、こっち行けないの？こっち行けないのか？あ、今なんかカーソル変化した。今カーソル変化しました。ちょっと待ってください。ちょっと待って。あ、もう逆に今死んどけばよかった。死んでもう一回コンティニューすればよかった。うわ、下手に抵抗しちゃったよ。どこ行きゃいいんだよ。走って、走れよ。一年、サボってんじゃねえぞ。俺らが1年の時はもっと走ってたぞ。とりあえず入るしかない。もう全然、もう逃げてる間だとじっくり探索できないから、全然なんかマッピングできないんだよね、自分の中で。あ、でもなんかこれ使えそうじゃん、鍋とか。あっしゃ、見っけた。俺には見えるぜ、お前の命のろうそくが燃え尽きそうなのがよ。
来い来い来い、オーラ、はい、おしゃれ。これでもう撃退だよね。あー、よかった。うん、で、ここどこだよ。あー、やられた。せっかくだから、じゃあこの部屋、調理室みたいなの調べよう。調理部屋っぽいよね。いや、にしちゃなんか、ああ、物が少ないような気がしたけど、調理鍋。うん。合ってた。皿が粉々になっている。なんだかもったいないわね。そうね。石玉に投げつけた鍋なくなってる。もう使えませんよってことだよね。まあでもこの部屋は最悪このなんか真ん中のカウンターキッチンみたいなやつぐるっと回ってやり、なんか一旦入ってもう一回逃げるっていうのができるな。最悪ね。あ、ん？は？何？は？わあ、びっくりした。おめえかビビらすんじゃねえよ、ふざけんなよこの野郎。女子トイレの番人ハリス。ああ、嘘だろ。シザーマンが同じ建物の中にいるのよ。あ、でもまだ出会ってないのか、シザーマンに。彼の狙いは君なんだから。え、そうなのかな。絶対死ぬじゃんこいつ。ビンビンにフラグ立ててくんじゃん。どこの鍵かしら。さあね、まあ早いとこシザーマンを倒す方法とやらは探した方がいいよ。え、何、お前そこに隠れてるつもり。ずっと卑怯じゃね。ちょっともうふざけんなよ、俺も行かせろや。え、ってか何、何の鍵手に入れた。あ、入れた。この先まだあんのか。あ、しまって、暖炉の鍵。暖炉の鍵、暖炉ってあの暖炉。あれ、なんかもう一個鍵取ったよね。それはなんかキーアイテム的なもんで、あそこには表示されないのかな。空っぽだわ。え、ちまって、あいつどこいんで。ハリスは、よく見ると床に四角の板がはまっている。は？何、その下にハリスいるってこと、ひょっとして。は？棚の奥にスイッチのようなものがある。え、押そうぜ。ああ、びっくりした。あ、はあ、俺がビビる必要ねえわ。これシザーマン撃退ポイントってことよね、きっと。ってことでいいよね。ちょっと待って、もう一回押しとこう。もう一回押して戻しとこう。あ、でも調べた方がいいのかな。でも撃退ポイントって意味じゃないのかな。うん、でもびっくりマーク出んのやめてくんない、怖いから結構。え、入んの、入れんの。え、あ、なんだ、そういう意味か。撃退ポイントかと思ったわ。ワインセラーかな、これは。棚は蜘蛛の巣だらけだ。ちょっと2、3本持ってこうぜ。投げつければ撃退できるかもしんないじゃん。最悪飲めばいいじゃん、喉乾いた時に。アルコールだけど。あれ、別にでも何も手がかりなし。せっかくこんな、でもせっかくこんな隠してあるポイントだからなんかあんじゃないの。アイテムでどうにかは、まあ、てかこれ何だったんだ。懐中電灯ってこれシナリオ1の時からあるよね。ダメだ、何使うか分かんねえ。暗くて通れない場所とかあんのかな。この棚の後ろとか行けないの。なんか行けそうな感じしない。こっち、あ、行けないんだ。あれ、なんかわざわざね、用意してる割に何もなし。じゃあ行っか。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。怪しいなぁ。ん？なんだか今物音がしたみたいだけど、気のせい気のせい、気のせいだよ、気のせいだよ、気のせいだよ。え、何？これ見た後に何か調べると。びっくりした。人でした。ティーム、カメラマン。他のみんなは無事なんですか？私も探しているところ。
ノランのやつ生きてるのかな。え、なんで一緒に行動しないのこいつら、アホなの。え、なんで一緒に行動しないの。あ、一応もう一回話しかけた方が良かったかな。まあいいか。それさ、絶対一緒に行動した方がさ、なんかシザーマンだってダメージさえ与えれば一旦出なくなるんだからさ、とりあえずみんなで行動してた方がいいに決まってるでしょ。つうかここどこだよ。あれ ?1 階だっけ ?2 階だっけここ。はい、わかんない。ダメだもう。逃げてる間は、逃げろ逃げろっていうモードだ。いやー待て待て待て、落ちちゃう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 。助けてー。うお、これあれだな。シザーマン、やっつけられるな。ひょっとして。え、なんかダメージ受けてんじゃん、ヘレン。なんでやねん。まあでも多分そういうことでしょ。